先はっと。これはいい剣だ。素晴らしい品だな。あれ、オーレルだ。何見てるの？見ればわかるだろう。剣だ、剣。剣士たるもの、剣は己の魂に等しい。剣の質が勝負を分けることもあるからな。だから僕は常により良い剣を探し求めているんだ。剣の目利きも剣士には必修ってな。見てたその剣もすごいものなの？ええ、その通り。それはとある名工が作ったもので。そうですね、お値段100万コールはくだらないかと。100万？どひゃー、そんなにするの？残念だったね、オーレル。いくらいい剣でもその値段は。よし、買うか。ああ、金には余裕があるからな。この剣が100万で買えるのなら。あ、お腹鳴っちゃった。あ、ごめん、私のお腹空気読むの苦手で。この値段ならしばらく売れないだろう。おいルルア、飯を食いに行くぞ。僕も腹が減ったし、おごってやる。お、いいの？どうしたの、オーレル？単なる気まぐれだ。それにお前がいたらゆっくり剣を見られないしな。行くぞ。それはごめんけど、誘ってくれて嬉しいよ。じゃあどこに行こうか。あ、オーレルは好きな食べ物あるの？ハンバーグ。お、そうなんだ。やっぱりお子ちゃんは。カレー好きのお前に言われたくない。行くぞ、ほら。はい。まあ、カレーとハンバーグならどこにでもあるよね。
オーレル、ありがとね。よし、出かけよう。さーて、どこに行こうかな。ほーらっしゃい。外はもう暗いから気をつけろよ。さあ、欲しいものは何だ。毎度あり。また来てくれよな。なんかツンツンしてるね。出会い頭にそれか。お前も相変わらずふわふわしてるな。そうだなあルルア、修行に興味はないか。修行？まあ私も女の子だし興味がないって言ったら嘘になるけど。花嫁修行じゃない、戦闘だ戦闘。これからも旅を続けるならお前も強くなった方が安心だろ。じゃあ、僕がよく修行に行く場所を教えてやる。準備ができたら出かけるとしよう。爆弾と薬は忘れるなよ。いいな。何するんだっけ。行き先はあっと。出発だね。楽しいお出かけになるといいね。
さて、この辺りでいいだろう。ん？それお肉？どうしてお肉なんか。うわ、魔物？もしかして修行って。ああ、魔物どもを倒すことだ。行くぞ。終わったな。なかなかいい経験になった。そうだ、修行に危険はつきものだからな。そうかな、別の方法を探した方がいいんじゃ。いや、そんな時間はない。手っ取り早く強くなるためには多少の無理は必要だ。どうしてそんなに強さに。最強の剣士の座を取り戻すためだ。最強の剣士？それってセルクさんのこと？ああ、今はな。だがもともとは別の男のものだった。実は僕はその元最強の剣士の親戚なんだ。あの方は僕の剣の師匠でもある。あの方の恩に報いるためにも僕は必ず最強にならなければいけない。そう、ステルケンブルク・クラナッハを倒してな。
話しすぎたか。よし、修行の続き。お、よくあることだ。いいカルルア、こういう時は。こういう時は。全力で逃げろ。最強だって逃げる時は逃げるんだ。ほら、さっさとしろ。あー、もうやだ。二度と修行なんて行かないんだから。こういう場所では昼寝をするのがマナーなのさ。